誰にも負けません。私は闇に落ち、代わりにあなたを光に戻す。雷の律。雷鳴の時、強風に私に服従しなさい。私に服従しなさい。
行きましょう。吠えなさい、栗から。 私に服従しなさい。 Yeah.
返して行きましょう。強風に私に服従しなさい。私に服従しなさい。私に服従しなさい。両断
分の運命と向き合うと決めました。私は道が険しくとも余がそばにいるわ。雷鳴の時、you
私に服従しなさい。私に服従しなさい。行動開始。雷鳴の時。
私に服従しなさい。私に服従しなさい。私に服従しなさい。
私に服従しなさい。休みますか？あまり時間はかけられません。行きましょう。行動開始。強風に私に服従しなさい。Yes!
クリから。私に服従しなさい。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。
命令しなさい。私を呼び、今日の任務は、ゼルも伝染雷鳴の時、雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。雷の律者、あなたの雷鳴の時、コード開始、行くぜ。強風よ、私に服従しなさい。
雷鳴が来る。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。雷鳴の時、私に服従しなさい。自分の運命と向き合うと決めました。雷鳴の時、行きましょう。行動開始。私に服従しなさい。
敵は見逃します。雷鳴が強風よ、私に服従しなさい。自分の運命と向き合うと決めました。伝染雷鳴の時、私に服従しなさい。雷鳴が一刀両断。私に服従しなさい。雷鳴が死ぬ、バトン。私に服従しなさい。雷鳴が一刀両断。私に服従しなさい。
雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。雷鳴の時、行きましょう。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。雷鳴の時、行きましょう。強風に私に服従しなさい。雷鳴が
強風よ、私に服従しなさい。自分の運命と向き合うと決めました。伝染雷鳴の時、私に服従しなさい。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。私は闇に落ち、準備はでき、伝染雷鳴の時、行きましょう。時期を見て動きましょう。万物となる。
私に服従しなさい。私に服従しなさい。自分の運命と向き合うと決めました。雷鳴の時、時期を見て動きましょう。
自分の運命と向き合うと決めました。雷鳴の時、行動開始。私に服従しなさい。
明の時。私に服従しなさい。自分の運命と向き合うと決めました。期待に応えようぞ。見つけたぞ。この一撃で勝負を決めようぞ。黄泉への道、準備してやる。消えよ。よくなってきたぞ。この程度の敵、心配には及ばぬ。
崩壊をこの世界から追い出します。私は闇に落ち、電線雷鳴の時、行きましょう。逃げられなさい。逃げ道はどこにもないわよ。行動開始。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。電線雷鳴の時、行動開始。自分の運命と向き合うと決めました。電線雷鳴の時、艦長いらっしゃい。アイちゃんずっと待ってたんだよ。テレザちゃんとは古い付き合いだよ。ハイペリオンに来る前からの知り合いな。でもどうしてみんなテレザ世界一可愛いって言うの？どこが可愛いのよ。ハイペリオンのナンバーワンアイドルアイちゃんこそが世界一可愛い。みんな一緒に、かわいい。逃げられない。艦長、こうやって爆弾を吸収するの。旧艦長が爆弾、艦長がボタンを長く押すほど、もちろん愛知艦長、艦長退屈してない。ヒールをたくさん使って、お話を読んであげようじゃん。脅かし。行きましょう。行動開始。すぐに片付けます。敵は見逃しません。行動開始。
逃げられないわ。行きましょう。艦長は今日も行動開始。いっぱいだね。行きましょう。ブローニャちゃんのことが知りたい？彼女は昔ネゲントロピーの一員という噂があったから。でも私は全然気にしないよ。だってネゲントロ…そうは言ってもちょっと気になること。ブローニャちゃんは冷静かつ理性的でハッキングが…それって私とキャラ被ってるじゃない。すぐに片付けます。行きましょう。行動開始。天命本部は今日も平和だね。艦長艦長、アイちゃんはすごいと思わない？行動開始。出ましたね。行動開始。行きましょう。逃げられないわよ。行きましょう。殺意が空気から伝わってくる。行動開始。アイちゃんが姫子ちゃんのことをどうも、強いて言えば同僚ってことだね。お互い姫子ちゃんは頼りになる人だよ。彼女と一緒の任務、酔っ払いにならなければ。早く理想の相手を見つけてほしいね。そうしたら心配しなくて済むからね。この剣雷光にして。行きましょう。出ました。天命本部は今日も平和だね。敵は見の電線雷鳴の時。艦長いらっしゃい。アイちゃんずっと待ってたんだよ。行動開始。行きましょう。出ましたね。行動開始。知りたい？ふーん、なかなか。ハイペリオンで一番優しい女の子がメイちゃんだよ。私、メイちゃんが作った料理が大好き。 AI なのにどうしてご飯を食べるの？ひどいよ。それは AI 差別だ。訴えてやる。すぐに片付けます。行動開始。少し休みますか？あまり時間はかけられませんよ。昔彼女とここに来ました。出ましたね。行きましょう。アイちゃんはハイペリオンナンバーワンアイドルだよ。行きましょう。行動開始。艦長艦長、アイちゃんはすごいと思わない？
これは私が果たすべき役割だから。燃えてきたわ。急ぐわよ。鉄炎粉塵。息は熟した。燃えてきたわ。今目的地に向かっているわ。賞賛のない戦いはしない主義なの。
また私の推し。今週もお疲れ様でした。いや、そ重装ウサギ 19C、 今は休んでる場合じゃない。環境は寂しいですね。ホームグッズを置いてもいいですか？私は私の選択を信じます。危険なやつ、近寄るな。
きゃいけないほどの敵？こちらです。ついてきてください。こちらです。時間がありません。行きましょう。こちらです。ついてきてください。まだまだです。任務クリア。次の場所に行きますよ。どの戦闘も全力で戦います。ヤッホー！我の前に立ちふさがる愚か者め、嫌なのか。私のターン。
当然だよね。何？不満なの？ワルキューレシステム起動。重装ウサギ 19C オブノビット。雷の律者、あなたの力になり、この瞬間、ここがわらわの帰る場所じゃ。私は闇に落ち、代わりにあなたを光に戻す。誰にも負けません。
私の出番ですか？私は私の選択を信じる。ゼーレもみんなと一緒に戦いたいです。崩壊をこの世界。艦長に見つかっちゃいました。人の世の物とは見えぬ桜の花。雷鳴の時、行きましょう。任務開始。自分の運命と向き合うと決めました。雷鳴の時、行動。
次の場所に行きますよ。Point, point, 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 point
人の世。伝染雷鳴の時。強風よ、私に服従しなさい。自分の運命と向き合うと決めました。
自分の運命と向き合うと決めました。わらわに任務か？この服は記憶の中のものと一緒じゃ。人のようなものとは見えぬ桜の花。
デュランダル、指示をください。みんなとの思い出はブローニャの一番大切な宝物です。私の力が見たいの。私は闇に落ち、雷の律者。私はかわ私は闇に落ち、代わりにあなたを光に戻す。